ソロモン諸島全図。赤色がレンネル島。レンネル島はソロモン諸島のレンネルベローナ州で最大の島。120から150メートルの崖によって、ほぼ完全に周囲を囲まれ、主に隆起した珊瑚の石灰岩からなっている。東の端には、奇水湖の天ガの湖があり、一方西側は北の海岸から南の海岸まで比較的平坦な土地となっている。 牧草地とならず、森林となっているところは起伏のある丘があるが、これらは火山起源である。天河の湖は第二次世界大戦の太平洋戦線で日本軍、アメリカ軍の両軍で水上基地として使用された。日本海軍の二式水上戦闘機はアメリカに、制空圏、制海圏が移り基地が使用できなくなるまで運用された。 アメリカのプビーカタリーナが1943年以降、湖を基地として使用された。アメリカ軍は戦争が終わり、発揮を本国に持ち帰らずに、ここに沈めた。地元の人々が人力発電機として使用するために、星型エンジン一つの創作を試みた。最初に、シュノーケルで、潜り手動工具を使ってエンジンは、翼から文字通り切り取られた。それから、 手動ウィンチを使って産後礁岩の固定を引きずった。多大な重量に打ち勝って引きずることには成功したが、コブの部分に間違いなく引っかかってしまった。放棄前にはプロペラの羽の一枚が水上に出るほど小岩の近くまで引き上げられた。しかし腐食が急速に進んでエンジンが使用不能となったので、さらなる引き上げは諦められた。レンネル島は、 サンゴの干渉が隆起した島では世界一大きい。天河の湖は太平洋で最も大きい淡水湖であり、現在は世界遺産に登録されている。またレンネル島にはいくつかの固有種が生息する。レンネルカラスモドキ、レンネルオメジロ、レンネルオハシヒタキ、レンネルオ,オギビタキ、クロッカーウミヘビなどである。レンネル島の地図やシガニレンネルの人々は二つの、 キリスト教宗派によって、湖側の低地帯と山の手側の2つに地理的に分かれる。東側、天下の湖の周辺の人々は南洋福音主義教会に従い、西部ではセブンスデーアドベンチスト教会が占める。熱帯気候と産後由来の薄い土壌のため、羊と牛の放牧には適さない。海産物を取るために、 島の周囲にある120から150メートルの崖を海岸から登って帰る苦労が村人にはある。かつては海岸での収穫物はヒレとウロコを持つ魚類に限られ、貝類、ロブスター、その他の海産物は取られなかった。重大な食料不足により、ソロモン諸島政府はティラピアオテンガの湖に放流することを試みた。この試みは、 塩水の条件下で成功したように思われ、現在では食事の主要部分となっている。ヤシガニは、甲殻類でありかいで生育するが、その地方の伝統によると聖書上の海産物ではなく、そのため収穫ができる。レンネル島の水辺湖岸にある二つの村には、新規に、 peoplefirstnetworkhttp://www.peoplefirst.net。SB 主導で経由する通信手段が確立されている。またそれらには2007年6月に EU が資金を供給する文部省プロジェクト http://www.peoplefirst.net。 SB, DLCP, レンベル HTM によって開設された通信教育センターを含んでいる。ありがとうございます。